まあね、今日はだから九州に行こうかなと思ってるんですよ。で、九州行ったら岡ライダーさんにも嫁って、てめえこの野郎って言いに行くんですよ。実際インスタグラムとかでフォロワー買ってるようなインフルエンサーね、ああいう人たちは多分見えっぱりで鬼ってことですよね。やめろ。え、なんでですか？アポロジックのアポロちゃん。皆さんこんにちは、サーサです。もう間もなく3月ですね。この動画が上がってる頃は3月でしょうか。春も近づき、アポロ祭りも近づいております。皆さん準備はよろしいですか？とても楽しみですが不安でいっぱいです。ということで本日も私一人ではございませんよ。それでは登場していただきましょう。せーの、ゆいさん。元気すらゆいさん。風がすっかり治ったんでね、絶好調ですよ。ずいぶん風邪ひいてる時間長かったっすね。2週間ぐらいひいてたよね。いや、そんなことないっすけどね。この間ですね、すごい余談なんですけど、うちの母ちゃんがね、うちに来たんですよ。久々になんか一緒にお酒を飲んだんですけど、うちの父ちゃんも来てて、母ちゃんと一緒に大爆笑して酒飲んでたんですよ、うちの父ちゃん引いてました。母ちゃん俺と俺は笑い声一緒だから共鳴して、音が一個に聞こえるんですよね、共鳴すると。ビール8本飲んでました、うちの母ちゃん。まあね、お酒僕大好きってことでね、皆さんから差し入れで芋焼酎いただいたりとかしてるんですよ。もうありがたいなと思って芋焼酎いっぱい飲んでて、毎晩晩酌してるんですよね、本当にビールも飲まず芋焼酎のみなんですよ僕。で、まあ芋焼酎といえば何でしょう、ゆいさん。芋焼酎といえば、はい、鹿児島。そう、よく分かってますね、お酒飲まないのに。芋焼酎って鹿児島でしか売ってないんじゃない？まあ鹿児島と宮崎ですかね、九州南部で売ってることが多いんですよ。僕の夢の中の一つで、鹿児島で芋焼酎をたらふく飲むっていうのも僕の中の小さな夢の一つなんですよ。こっちで買えるんじゃん。いやいや違うんですよ、やっぱりあっちでしか飲めない酒とかあるんですよ。やっぱり買えるよきっと。酒蔵にしかないお酒とかあるんですよ。だったら味なんて分かんないでしょ。分かんないですよ。九州ってご飯も美味しいし最高じゃないですか。春ぐらいに行ってこないじゃん。だから今から行こうかなと思って。来るわけね。自走で1300キロぐらいじゃないですか。まあフェリーでもいいですけどね。フェリーもやだ。だってそのうち先沼さんが沖縄から来てくれたから沖縄に行かなきゃいけないじゃないですか。いや先沼さん仕事のついでだから。いや違いますって。何を言ってんだ。実はこの動画が上がってる頃になんと先沼さん の、 YouTube 動画で、虹が流れるっぽいんですよ。マジ？それの音源を使ってくれるのね。いや違うっすよ。ん？先沼さんがリアレンジしてカバーしてハードロック調の虹が今多分これ流れてると思うんですけど、すごい曲で、シーとダンスタンドと、あ、そう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 、それがアポロ祭りまで先沼さんエンディングテーマとして使ってくださるみたいです。だから沖縄行くしかないんですよ。先沼さんのその粋な計らいはめちゃくちゃ嬉しいけど、はい、ちょっと行けないですか。え、なんでですか。キャンサーは一人で行けばいいよ。いやダメダメダメ、ゆういちさんと行かないとアポロチャンネルは成立しないで、九州行ったら岡ライダーさんにもとつって、てめえこの野郎って言いに行くんですよ。出るわけね。もう兄ちゃんくせに。オカライダーさんの動画を見て忍者400買いましたとか言うんすよね、どうせ。写真いいですか。買いいいですか。まあね、今日はだから九州に行こうかなと思ってるんですよ。僕実は鹿児島と縁があるんですよ。いやねえだろ。いや実はあるんですよ。古着動画をやってた頃、動画編集の仕事を結構やってたの覚えてません？ああやってたやってたやってた。はい。で動画編集の仕事って法人向けの動画編集の仕事もあれば、個人的な YouTube の動画編集の仕事もあったわけですよ、でその中の一つに鹿児島県の鹿屋市っていうところがあるんですけど、そこにある高級料亭義経っていうところがあるんですよ、その料亭義経のオーナーさんが YouTube チャンネルやってたんですけど、その YouTube チャンネルの編集僕が全権やってたんですよ、だからいつか鹿児島に行ってその人と挨拶したいなと思ってるんですけど、ちっちゃい縁ですけどね。すごい小さい。しかも
すごいなんか僕の恩師がみたいなさ、そういう感じかなと思ったら、鹿児島の方の仕事をオンラインで受けてたっていうだけ。そうですね、しかもその人と LINE も喋ったこともないっす。ほぼ無縁じゃん。で、鹿児島県のね、志布志市っていうところあるの知ってます？知ってる。はい、志布志にも僕縁があるんですよ。実は僕六本木で働いてたじゃないですか、バーで働いてたんですけど、そこのオーナーさんがなんと鹿児島県出身の方だったんですよ。そこの店長も鹿児島県出身だったんですよ。うちのバーの1個下の階に居酒屋があって、でそこの居酒屋も系列だったんだけど、そこも鹿児島料理を取り扱った居酒屋さんだったんですよ。だからその鹿児島と縁あるんですよ、そういう部分でも。それは、はい、知り合いが鹿児島の方だっていう。ああそうなんですね。でさらにね、志布志市に志布志バーガーっていうのがあるんですよ。その志布志バーガーが東京から来た人が作ってめちゃくちゃうまいっていう感じの話題になって、フォロワーが一気に伸びて、鹿児島のテレビとかにもガンガン出てるんですよ。やっぱり六本木で働いてたもんだから、著名な方々との親交もあるみたいで、一茶さんとか、山本裕介さんとか、わざわざ志布志に行って志布志バーガー食べましたってインスタとか上げてるんですよ。その志布志バーガーがなんとね、池袋東武百貨店に今来てるんですよ。だからそれ食べに行こうかなと思って。そのさ、はい、なんていうの、その九州の知り合いが池袋に出店してるから、食べに行って九州気分を味わおうみたいな安易な企画じゃないよね。まさにその通りです。あのさ、はい、俺らね、はい、バイクで走ってどっかにご飯を食べに行って美味しかったですって通用するような顔じゃねえんだわ。いやいや、ゆういちさんの顔はマジでイケメンですからね。ほんと勘違いしない方がいいっすよ。でもあれですよ、ゆうさん、しぶしバーガーってどんなもんじゃいって思ってるじゃないですか。到着したら感動しますよ。どうせあれでしょ、はい、まさに肉厚いだけのさ、黒毛和牛 100% のつなぎなしのハンバーグが入ったハンバーガーです。あのさ、はい、黒毛和牛の分厚い肉のハンバーガーってさ、はい、鬼でもね、胃袋だけで10店舗あるよ。いやそんなことないですって。いずれ九州に行った時の予行練習ってことでいいんじゃないですか、ゆいさん。ご飯食べに行きました、美味しかったですが通用するのは可愛いバイク女子だけだよ。あ、そうなんですか。ゆいさん正直あれですよね、池袋までなんてそんな距離ないのに池袋通って今思ってますよね。すっげえ。池袋なんてそんな簡単に行けねえんだって。いや、なめんだよこの。いや、池袋でヒーヒー言ってたら九州なんて行けねえじゃねえかよ。行かねえって言ってるじゃねえ。行くんだよそのうち。絶対に行くからな。アイマスクつけて睡眠薬で眠らせてハイエースで行くからな。ハイエース持ってねえ。さすがに車でそんな熟睡できねえよ。睡眠薬あればいけるんじゃないですか。アポトキシン4869とか飲ませればいけるんじゃないですか。なんだよそれ、気持ち悪い。名探偵コナンだよ。コナンは知ってるけどよ。名探偵コナンがアポトキシン4869を飲んだら工藤新一がちっちゃくなったんだよ。コナン結構見てますよ。あ、そうなんですね。コナンっぽい顔しますもんね。いや、こんだけ顔でけんで。そこかよ。俺ね、正直言ってね、はい、フリーレンの方が好きかな。あれあれで面白いっすよね。あれクソ名作じゃん。いや、ワンピースの方が面白いだろ。ワンピースの終わり。おい、何言ってんの。ワンピースめちゃくちゃ面白いよ。ワンピースの話題とか友達とすることある？はい、めっちゃするっす、友達と。俺の周りは、はい、みんな空島で終わってる。なんで？人増えすぎなんだよ。それはゆういちさんの記憶力の問題ですって。記憶力ないの？だってウォーキングデッドとか絶対名前わかんないですよね。わかんないよ。わかんないまま見進めていきますよね。ああ、登場人物の名前と背景分かってないと感動できないところとかある。分かる、分かるよ。分かるんですか。ジーザス。ウォーキングデッドってさ、ニーガンとか出た時とか盛り上がりやばかったじゃん。やばかったっす、やばかったっす。あれからあんなにテンション下がってしまうんだね。ワンピースとかも結局その今盛り上がってないとかって言われてますけど、今最終章入って盛り上がってはいるはずなんですよ。だけどそういうにわかなファンの方々はついていけないって状況になっちゃいますよね。にわかの方々にも優しいアニメって大事だなって思うんですよ、うん、魔法少女マドカマギカは完璧ですよね。まあ登場人物少ないからね、はい、僕本当に人の名前を覚えられなくて、名前を覚えられないだけだったらまだいいんだけど、アニメとか見ててガチで結構前に出てきた人なんだけど、どちら様ですか。え、マジで。あるの。マジっすか。それが顕著にあったのは、はい、あの進撃の巨人。え、でもそんな状況だったらさ、うん、鬼滅とか呪術廻戦とかも楽しめないんじゃないですか。名前むずいじゃないですか。むずい。覚えにくくないですか。いや、逆逆逆。もし鬼滅の刃の登場人物が加藤さん、鈴木さん、藤原さん
連覇だったらもう終わり。鬼滅の刃って僕あのシーズン1しか見てないんですよ。クソつまんねえから。鬼滅の刃つまんないって言ってる時点で、はい、もうあなたエンタメ語る資格ない。なんでですか。世界的大評価だよ。いや鬼滅の刃全然面白くないっすよ。とりあえず、はい、戦闘シーンに関しては、はい、全てのアニメの中でナンバーワンは鬼滅です。いや絶対それはないっすね。戦闘シーンはバイオレットエヴァーガーデンの方がいいと思いますよ。いや全然話になんない。えなんで京アニのバイオレットエヴァーガーデンの戦闘日本のアニメが世界一なのは間違いない。間違いないですね。それで興行収入ナンバーワンを取ったんだよ。今さら名だたるジブリとかある中で。無限列車編でしたっけ、うん、あれの映画が世界一なんでしたっけ。そうです。え、ゆうしさんその無限列車編の映画見ました。見ましたよ。大人気もなく涙流したりしたんですか。これ映画館でまあ泣いてちょっと話するような音聞こえるんだけど、はいはい、俺ブヒブヒ泣いてえ、一人で行って一人でブヒブヒしちゃうんですか。もちろんです。めちゃくちゃ面白いじゃないですかそれ。しかも、はい、2回見に行った。え、マジで。2回目は、はい、ブヒブヒでも確かに映画館とかって一人で見に行くの最高ですよね。絶対一人。はい、この間のオードリーのオールナイトニッポンのイベント僕一人で行ってたじゃないですか、うん、若林が登場した瞬間涙流しましたよ。はいはい画面越しでした。はい、そうライブビューイングもう泣いちゃって泣いちゃって、やっぱ俺若林のファンなんだと思って、春日は出てきた時泣かなかったんですよ、うん、だから若林好きなんだな俺って思いました。すごい大好きなんだね。そうなんですよね。さあこうおっさんになってさ、はい、そんなに夢中になれるものがあるって幸せやで。いやマジで幸せだなと思います。じゃあ結局、はい、オードリーのオールナイトニッポンのイベントは大成功だった。あれは大成功ですね。ぶっちゃけっすよ、うん、あのワンマンライブとかっていろんなアーティストのやつ行くじゃないですか、うん、でユーミンとか僕高中正義とか好きじゃないですか、うん、で実際ゆういちさんも高中正義大好きじゃないですか、うん、で一緒にライブ行ったじゃないですか、うん、音楽のワンマンライブってさ大体2時間ぐらいじゃないですか、またはアンコールあって2時間半みたいな。絶対どっかのタイミングで一回眠くなるか飽きますよね。こんなに愛してやまないアーティストなのになんか途中一瞬抜ける瞬間あるじゃないですか。だから人間って集中力持たないんですよ、やっぱり2時間とか2時間半。だけどオードリーのオールナイトニッポンのイベントね、3時間半から4時間あったんですよ。一回も飽きなかったっす。マジ4時間飽きさせさせなかったエンタメで4時間飽きさせないってマジ最高峰だよ。最高峰っすよ。めっちゃくちゃ面白いアニメでもさ、はい、2話ぐらい見たらスマホいじっちゃうな。あ、ちょっと休憩しちゃいますね、うん、もしかしたら日本のエンタメの頂点かもしんねえよそれ。だって東京ドーム満席で日本中200館映画館そのライブビューイングで全部で合計16万人動員したらしいっすよ。すげえな。ネットでね、はい、有名な人たちって実際の動員力って全然ないじゃん。実際インスタグラムとかでフォロワー買ってるようなインフルエンサーね。だってインスタグラムでフォロワー買ってるやつって超丸分かりじゃないですか。ああ、はっきり言うとすぐ分かります。一瞬で分かりますよね、うん、ああいう人たちは多分見えっ張りで見るってことですよね。なんでですか。身近にもきっといるから。いますよ、いっぱい。知ってる人の名前あげましょうか。どうぞどうぞ行ってください。どうぞ。伊さん池袋着きましたね。結局55分ですよ。20分ぐらいですよ。だって動画見てる人たち今多分動画の分数11分ぐらいなんで。動画見てる人だけなほら着いた着いた池袋。なんか久しぶりに来た感じするな。確かこの辺に駐輪場ありましたよね。あるあるある。こっちかな。ねえそれマジでさ、はい、九州のお世話になった方がやってるお店でご飯食べて帰るっていう企画やりきろうとしてる。やりきろうとしますよ、うん、やりきるねこの中にねここの駐輪場覚えてます。覚えてるわ。味噌ルー食いに来た時と同じ場所っすよ。あの変なラーメンでしょ。入りづれんだろうマジで。どうやって元これ、うん、あ駐車券ちょっと口に加えます。いけいけいけ、うん、駐車券っていうシステム時代遅れだよ。来るか来るか来るか、うん、行こう。着きましたー。楽しかったっすね。1時間の旅ツーリング最高でしたね。この駐車券は右の、あれちょっと待って、俺今ポケットにでも、あれちょっと待って、マジマジ、はい、あれマジで、あれ
あったあったあった、ありましたありました、後ろのポケットにあったんで、これをここに入れます。これを忘れるんだよ、ここパチン、オッケー、パチンじゃねえ。よいしょいしょ、うわー髪じゃねえか、顔じゃねえか。うわ美味しそう、うわやば、絶対ねえじゃんこんなん、うわ見て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 、うまそう、うわやば、えマジでいいっすか、マジでいいっすよ、うわ今ポイ捨てしました、アイさん、ここにあるじゃねえか。いただきます。どうすか、うまいっすか、うまいっすか、どうすか、じいさん、どうすか。これ出張でこれってことはさ、鹿児島行って本店に行ったらもっとうまいの食えるかもしれないですよ、うんうん、行きましょう、しぶし、僕らこの間 MB さんの動画映りましたね、うん、あの時の見た、見ましたよ、なんか思わなかった、何にも思わなかったっすね、なんか後ろの方でじゃれ合ってるおじさん2人いたなぐらいですね、あれもかっこよかったし、セットアップテックっぽいあのノーカラーのジャケット、あれもかっこよかったです、ぜひよろしければワークマンチェックしてみてください、全国にね店舗ありますんで、お近くのところに行けばあると思います。これがさ撮る対象だとしたらさ、いやこれは撮らないですけどね、対象であるかもしれない。こういう感じで撮ってんの、距離感的にね、あんただけ、はい、この人の肩がここにあるんだ、はいはいはい、俺な、はい、いや、ゆういちさんはこっちですよ、俺だと。俺がスマホだとしてね、あなたの撮り方はこうじゃなくて、はい、俺の肩にもう置いてる。こういうことっすね、うん、はい、あんな撮り方する人いないよ。もうね、それを気にしてみたらあの動画の異常さがわかるよ。ぜひよろしければワークマンチェックしてみてください、全国にね店舗ありますんで、お近くのところに行けばあると思います。はい、というわけで、今日はここまで、頑張ります、はい、あの今度からはい適正拒否っていうのを見かけにしろよ。